ンスターを倒したぞ。でも何も起きない。当たり前だよな。なあ、キーオブザトワイライトの手がかりって何をどうやって探せばいいんだ？慌てるなよ。シノさんからこれを預かってきた。奇跡っていうらしい。これと色違いのやつを旅団はあと3つ持ってる。他にいくつあるのか知らねえけど、それを見つけ出すのがキーオブザトワイライトへの鍵になるらしい。もっとよく見せて。ベタベタ触るんじゃねえよ。大事な。ムカ。そりゃいいことを聞いた。儲け話の匂いがプンプンするな。黄昏の旅団の新人ってのはお前だな。俺は俵屋だ。よろしくね。いきなり現れた人に無理やりアドレスを渡されちゃったぞ。おい、気をつけろよ。こいつはタンデギルドのマスターだ。いろいろ難癖つけて俺たち旅団につきまとってくるんだ。つきまとうってのは人聞きが悪いな。ま、今日は顔見せってことで、そのうちゆっくり話をしようや、トキオ。あいつ、何考えてんのかさっぱりわからねえ。トキオ、タウンに戻るぜ。結局何も見つからなかったな。キーオブザトワイライトの手がかり。おい、お前が誰と何しようが関係ないけどな。え？タンのやつとつるんだりして旅団を裏切るように。なんだよそりゃ。感じ悪すぎ。ハセオ先に行っちゃったけど、俺もあと。こっちでよかったよな。あそこの建物。おかえり、トキオ。あのエリアには何もなかったんだってね。お疲れ様。今日はもう解散でいいよ。あの、シノさんはまだここにいる？うん、みんな戻ってくるの待ってる。じゃあ、俺も待つよ。シノさんだけ働かせるわけにもいかないしさ。ん？あれ？長谷川の態度がさっきまでと全然違うよ。シノのことが好きなのかな。まあいいや、村を終えるんだろう。